始まるよ始まるよ、もっともっと島根が始まるよ、始まるよ始まるよ、知りたいことばかり、情報広場もっともっと島根。今回のテーマはじゃん、もっと知って里親、始まり始まり。2個3個頑張れ3個涙出てきた。こちらの家庭はさまざまな事情で自分の家庭で生活できない子どもを養育する里親のお宅です。5年前から女の子を預かっています。なぜ里親になろうと思われたんですか？そうですね、お知り合いの方にお話をいただいて、ちょっとやってみようかなと思いました。はい、この夫婦には2人の男の子がいます。家族で話し合った結果、女の子を受け入れることにしました。もう同じようにもう差はなしで、もう自分の子のようにというかは自分の子供だと思って接してます。人に迷惑かけちゃいかんとか、ありがとうという言葉だったりとか、きちんとした挨拶だけは厳しくしてます。どう、楽しい？楽しいです、こういう環境で育ってないから、まあ、なんか新鮮な感じはしました。県内ではこうした里親と暮らしている子どもがおよそ40人います。出た顔で。経済的事情や虐待などで自分の家で暮らすことができない子どもが増えており、家庭的な環境で子どもを養育する里親への期待と必要性が高まっています。そこで県は里親をもっと知ってもらおうと毎年大会を開いています。今年はおよそ150人の里親と希望者が参加。分科会ではグループに分かれ、里親として日頃感じていることを話しました。女の子初めて育てるってい こう気負いがあるせいか、女の子じゃそんなことしちゃいけないでしょみたいなところを言っちゃったりとかするので、私もそれで悩んだりした時期もありますけど、お兄ちゃんたちの関わりがうまい具合になったかなというふうには思ってます。育てるのは楽じゃないんだけど、でも楽しい存在なんですよ。一緒に笑ったり泣いたり、成長を見るのが楽しいで、若い人たちに頑張ってもらえればいいけどなと思って、参加者はおよそ1時間半、それぞれが抱える悩みや思いを語り合いました。大会は里親が孤独にならないようサポートする場にもなっています。長期間の子供を預かるということだけが里親の仕事だというふうに思っていらっしゃる方が非常に多いです。そうではなくて1週間に1回とか、そういう期間で子どもを受け入れることができるという、実は誰でもできるということを知ってもらいたいですね。僕たちももっと里親について知りたくなったよ。もっともっと島根。子どもの養育にかかる費用は国と県から支給されますし、研修や相談などのサポート体制も整っています。里親について知りたい方はお近くの児童相談所にお気軽にお問い合わせください。次回は島根の新たな特産品シャインマスカットです。ではまた来週。